皆さん、チャワイプリンセスアイコです。はい、ということで今回はですね、なんと急遽動画を回してみようかなということで、なんで動画を回すんだという話なんですけども、今日は久しぶりにこの内容を持ってきてみました。こちらです。一番くじ劇場版転生したらスライムだった剣グレンの絆編だー。はい、ということでね、一番くじもの1回ぐらい動画に上げたような気がするんですけど、その時はね、まあ、チャオスの方で上げて、いつ上げたかとかすっかり忘れちゃったんですけど、まあこちらの方に載せておきたいと思いますね。はい、そう、その時はね、ホロライブのね、一番くじが来てた時に回したやつを出したんですけども、それに続き、まあ個人的にやるのが初めてで第2弾ということになりますね。じゃ、なんで急に回そうかなって思ったかっていうと、最近動画をあまりにも出してない本当はミクチャでやってるマイクラを出そうかなってずっと思ってるんですけど、なかなかやる気が起きなくて、でショートはね毎回上げてるんですけど、やっぱショートじゃないよと、動画はしっかりね作り込んだものを一つぐらい久しぶりに上げてみようかなということで、今回はこの一番くじちょうどね引いてきたのでっていうタイミングがね良かったっていうので作ってみようかなと思います。まあ久しぶりのこうリアルな方なんで緊張してるんですけども、まあなんかあった時にはご愁傷様ですということで、よろしくお願いいたします。はい、ではね早速内容について入っていこうかなと思います。今回ですね、プリンセスアイコを3回最初に引いて、その後にもうちょっと欲しいなみたいなあるじゃないですか。てかね、もともとね5回引こうと思ってて、まあでも3回でいいかなみたいな、プリンセスアイコお金ないんでね、そのあんま引けないんで3回ぐらいにしとくかと思って、まあ、3回引いたらまあまあだったんですよ。まあだったら2回引くかみたいな、まあもともと5回引く気だったしみたいな感じで2回引いて、合計回数が5回ということで、今日はねその5回の結果をねみんなに見ていただければなと思います。この動画面白いと思ってもらえたら高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では早速いってみましょう。ということで、まずは3回引いた結果を出していきたいと思います。1つ目。これね、やば、光がすごい。開けていきたいと思います。ここでね、高かったんで。1回700円は高いんじゃん。1回700円で5回も引いて3500円だから、プリンセスアイコの1日のバイトパーぐらいですね。貴重ですよ、これね、ほんとね。貴重な3回を使って出たのがこちらですね。はい。どうすか、これ。はい、じゃあまずはね、ちょっとね、これがちっちゃくてこれが大きいんで、これが映るようにしますね。まずは3回の結果のうちの1つ目。こちら、じゃじゃん。クリアファイルセット。ミリムちゃんが残ってましたので、ミリムちゃんをね、選ばせていただきました。これどうやらね、A4 サイズで2枚入ってるらしくて、裏向きにするとこんな感じですね。でっかいリムルがね乗ってるという感じでございます。可愛いよねリムルね。皆さんもしよかったらね、あのテンスラのキャラクター誰が好きですっていうのを教えてみてください。ではまずこれが1つ目ですね。ちょっとねこれ大きくてねあんまり映んなかったから、こっちさっきのね左2つのやつ、人種のねラバーチャームでございますね。こちらね可愛いね、これねリムルがねリムルに乗ってるって感じですね。今回こちらが全15種類でうちシークレット1種類ということで、シークレットね当たるといいな。こんな感じのラインナップになっております。リムル、鬼だね、貴族の子たちだね。うん、ここまで、これ白狼のじいちゃん、これベニマルかな、シュナちゃん、うん、おっぱいが大きい子ですね。はい、だからね、こんな感じで15種類ああいるっていう感じですね。これがとりあえず最初の3回のうちの2回これだったんで、早速これ開けていきたいと思います。あー、でもそうだけどさ、こういう開封の瞬間が一番面白いんだね。狙うは誰かって話ですよね。やっぱりシークレットかな。せっかくならシークレット欲しい。プリンセスアイコね、全部どのキャラも好きなんだよね。意外とね、ゴブタとか好きだったりする。皆さん誰が好きかな。じゃあこっちから開けていきましょうか。いくよ、せーの、うん、お、劇場版のキャラ、え、ちょっと待って、え、ビビって肩パキってのと、うどー、え、これシークレットじゃね、持ってなくない、あれ、くそ、いきなりシークレットで、この子出ました、この子誰なの、何ちゃん、
シークレットスワー、あー手落ちってやつだ。お前出すないきなりよ、嘘でしょ。もういいって、こんなところで逆フラン回収。多分シークレットが出ちゃったんじゃないかなということで、コメントしたいと思います。シークレット出たし、まあならリムルかな、リムルかゴブタか、ベルドラ好きですね。フリーズ破格の強さを持ってるのにめちゃくちゃ面白いところが好きです。はい、じゃあその3つ出たらいいなってことで、よっせーの、ほい、おー、これ青いやつ、ソウエイかな、これだね、一番右上かな。かっこいい。そう、こいつね、最初の時からずっとね、リムルがね、お前なんでそのイケメン枠なんだよ、みたいな感じずっと言われてましたね。はい、ということで、この2種類が出ました。マジでいきなり出さないで。マジでいきなり出さないで、ちょっと。最初のね、段階の結果は、これとこれとこれですね。で、まあ、もともと5回引くつもりっていうのもあったし、ちょっとね、納得いかねえなと思ったんで、まあ、あと2回だけ引いてみました。ちなみに、これを引いた時に、だいたい残り20枚ぐらいで、大当たりのフィギュア。今回3種類いるんですよ。画像の方で今から載せたいと思うんですけども、まずはね、リムル。これが A 賞だったかな。で、B 賞の、あいつ誰だったっけ、はい、まあ、この子です。はい。ベニマルだ。思い出した。そう、ベニマル、ベニマル、ベニマルの子。ベニマルの子じゃない。天気の子みたいに言うの。で、3人目が、今回の映画に出てくる特別キャラかな。ヒーローっていう。うん、確かカタカナでヒーローって書いてたと。それが C 賞でしたね。なんかね、結構珍しくて、今回のそのラインナップというか、出し方的に。A 賞のリムルが2体。B 賞のベニマルが2体。なんだけど、C 賞のヒーローがなぜか1枚っていうね。ちょっと変な作りでしたね。それならヒーロー上にしてもよかったんじゃないかなっていうところがあったんですけど。まあ、余談でした。はい。20枚ぐらいあって、残ってたフィギュアが、リムルが1つとヒーローが1つ。ベニマルが全部出ちゃってたって感じでしたね。じゃあ4つ目。ちょっとね、4と5でまたね、でかさが違ったんで、とりあえず4つ目から載せてみたいと思います。4つ目がこちら。じゃじゃん。お前、お前、シークレット出た後のこれきついて、もう。開けていきましょう。さっきとね、同じで、リムルと、ベルドラと、ゴブタ。この3人のね、うちのどれかが出ればいいなと思います。この2人が、そのヒーローっていうキャラと、あともう1人、全然わかんないですけど、そう、プリズザコね、一番くじは引いたけれども、映画見に行ってないんで、わかんないですよ、キャラクター。ストーリーも全然わかんない。とりあえず、なんか貴族関わってんな、みたいな。ベニマルに呼んで関わることかな、みたいな。もうぐちゃぐちゃな開け方。はい、じゃあ、早速行ってみましょう。でももう見た方の感想を聞いたら面白かったって言ってたんでね、ちょっと見に行きたい感はありますね。せっかくこれを機に。さあ、何個目は？てれん！おー！マジ？やばっ！おー、リムル出た！やったー！勝ち！最高でございますね。シークレットも出て、リムルも出たってなったらもう勝ちじゃね？って感じなんですけども。はい、じゃあね、4枚目はこういうことで。5回目の結果、見せていきたいと思います。それが、こちら！はい、どうですか皆さん、これ見えます？なんとね、出ちゃいました、A 賞。こうやって立たせたら見えないんだよね。こんな感じですね、はい。一番くじーっつって、A 賞リムルテンペストフィギュアということで。あ、ここぐらいの位置がちょうどいいかな。これぐらいで。はい、まさかまさかのね、5回引いて、ま、20分の1ぐらいぶち抜いて、一番欲しかったリムルのフィギュアが出ました！いや、今回これだいぶ勝ちじゃないですか。ねえ、えぐない？これリムルが出たのもすごいけど、G のね、さっきのラバーチャーム3つあったけど、これね、リムル、シークレット、ソウエ、やばくないですか？この3枚のラインナップ。んでもってこれ。やばいねー。はい、ということで、今回は急遽ね、ガチャ動画を回してみたんですけど、結果がこんな感じになりました。まさかリムルがね、本当に来てくれるとは思わなかったんで、すっげー嬉しくて回したっていうのが本音です。ということでね、本日もね、動画見ていただいてありがとうございました。毎週、基本的に YouTube で配信してて、まあ皆様に日々ね、助けてもらいながら配信もさせていただいてますので、もしね、この動画良かったよと思ってもらえたら、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よかったら配信の方も遊びに来てね。はい、ということで、今日は大勝利ということで、最後はいつも通り終わっていきたいと思います。せーの、おーつ、あいこー！またねー！バイバーイ！